オリンパスホール八王子で2月4日、八王子を拠点とするご当地アイドルユニット、エイトプリンセスがワンマンライブを行いました。白岩愛乃さん、中上理子さん、佐々木直美さんの3人からなる8ビリ。昨年は1年間にわたって八王子を中心に路上ライブを行い、今回はその集大成としてワンマンライブに臨みました。当日は1000人を超えるファンが参加、会場では路上ライブの時の写真や衣装が展示されたほか、オリジナルグッズの販売も行われました。ステージではオリジナル曲を中心にパフォーマンスが披露されたほか、トークコーナーやハチプリのために結成されたバンドザ・レーメンズとのコラボコーナーなどで盛り上がりました。アンコールではファンが八王子をモチーフにデザインした新衣装も披露。約2時間にわたるライブは好評のうちに終了しました。こんなに感動したの初めてってぐらい、うん、本当に感動して無駄じゃなかった ね、 ね、やってきたことがこういう形でなんか帰ってくるんだみたいな思って嬉しかったです。私たちオリンパスホールでもう一回ワンマンライブをするっていうのが夢なんで、これからも八王子を盛り上げて頑張っていきたいと思います。頑張るぞ。ありがとうございました。以上、八王子経済新聞がお伝えしました。